イブスキ市立図書館は、鹿児島県イブスキ市にある公立図書館。イブスキ図書館と山川図書館の2館で構成され、どちらも指定管理者として、特定非営利活動法人本と人とをつなぐ、空豆の会が運営する。イブスキ図書館、山川図書館ともに、第二次世界大戦後まもない時期の会館という長い、歴史を有し、地域の読書普及に尽くしてきた。 特に、イブスキ図書館は、児童文学者の無区派途中の支援を受け、何度も表彰を受けた図書館であった。しかし、1990年代頃から活動が一時停滞し、指定管理者の空豆の会による改革を通して、利用者が増加してきている。2006年1月1日、旧、イブスキ市、イブスキ郡山川城、道軍会門町が合併し、 これらの市長が設置していた図書館、図書室を引き継いで、いぶすき市立図書館が発足した。いぶすき市立図書館は、いぶすき図書館、山川図書館、海門図書室の2館一室で構成されていた。合併した自治体では、引き継いだ複数の図書館のシステムを統合し、ネットワークで結ぶのが通例であるが、 イブスキ図書館はコンピュータによる貸し出し未導入で伝統的なカード式の貸し出しを行っていたこともあり統合されなかった。同年6月にイブスキ氏はイブスキ、山川両図書館に対して指定管理者制度を導入することを決定した。表向きは民間活力の導入を目的としていたが現実問題としては経費削減が目的であった。 指定管理者制度の導入に危機感を抱いたのが2005年に図書館ボランティアとして発足した空豆の会であった空豆の会の活動によりイブスキ図書館では図書の整理や館内の装飾が行き渡るようになり減少傾向にあった利用者が戻り始めていた矢先の指定管理者制度の導入決定であり同年10月に市が指定管理者の募集を行うと日本全国で 図書館業務を行う大手企業が名乗りを上げた。空豆の会による図書館改革が始まった矢先の指定管理者制度の導入であり、会員に意見を募ったところ、NPO になって指定管理者に応募するという選択肢もあるという意見が出され、本と人とのつながりを守りたいという気持ちから指定管理者に応募することを決意し、少しずつ書類を揃えて10月中旬に、 NPO の法人格を取得し、同月末に指定管理者への応募を済ませた。最終的に指定管理者へは5団体が応募し、12月のイブスキ市議会は、空豆の会の理事長が市議会議員であったことを問題視して、一旦却下したものの、予算や活動内容への反対意見はなかったため、理事長を据え直して、書類を再提出し、2名の反対議員がいたものの、 賛成多数で空豆の会が指定管理者に選定された。選定後の空豆の会は図書館業務の引き継ぎに向けて準備を進めた。館内のコピー機などの機器類や図書館員はすべて市役所に引き上げとなり、さらに引き上げた図書館員で図書館を管轄する社会教育課文化係に配属された人はなく、空豆の会はパソコンに残されたフォルダだけを頼りに、 試行錯誤しながら運営に向かっていった。そして2007年4月1日より指定管理者による運営に移行した。指定管理者制度導入図書館は、鹿児島県では、阿久根市立図書館、徳之島町立図書館に次ぐ3巻目となった。空豆の会は、館内のディスプレイの刷新、多彩なイベント開催、職員によるブログ、 テクテクライブラリアンの更新を通した情報発信など、公営時代は停滞気味であった図書館活動を一新した。これを受けて2009年に行われた第2期の指定管理者の募集の際には、空豆の会のような図書館運営は真似できないとして、空豆の会以外の団体は応募を見送り、2010年4月からの第2期も、引き続き空豆の会が指定管理者となった。なお、 第2期の指定期間は5年に延長された。さらに、イブスキ市当局も空豆の会の熱意を受けて、イブスキ図書館のコンピュータ導入の検討と、廃止された移動図書館の復活の検討に入った。2011年5月1日、空豆の会による図書館運営の様子をまとめた書籍、私たち図書館やってます。が刊行された。同年9月1日、 イブスキ図書館が休館に入り、翌2012年2月1日にコンピュータ導入を終えて再開館した。この時、山川図書館とネットワークで結ばれ、インターネットからの蔵書検索や予約等もできるようになった。2014年、空豆の会は、総務省の ICT 地域情報カードバイザー、派遣事業を活用し、 岡本誠を講師に招き ICT 関連の取り組みを模索した。その中で移動図書館の復活を目指して2017年にクラウドファンディングを行うことになり750万円の目標達成、最終的に1170万円に達した。そして2018年4月にブックカフェ号、ソラーマ、メンと名付けられた移動図書館は走り始めた。 2015年4月からの第3期も空豆の会が指定管理者となり、少なくとも2020年3月31日まで空豆の会による運営が継続する予定である。イブスキ市立図書館では図書館は面白いと思ってもらうことを第一と考えており、子供たちの評価が得られるならば、漫画やライトノベルなども両所として充実を図る方針である。漫画は 市民からの寄贈によって、蔵書の充実が図られ、漫画目当てに、図書館へ通い始めた子どもが次第に、他の本も借りていくという効果や、子どもと職員の共通の話題作りに役立っている。図書の配下は、日本中新聞類法に準拠しつつ、利用者の動線に応じた配置や、赤木観光の協力を得て、監視シールによる分類と表紙を見せる配下を、行っている。 館内での飲食は禁止されている。しかし飲食を希望する利用者が増えていること、図書館の周辺にファミリーレストランやコンビニエンスストアがないという事情から、市内の NPO 法人城門の森を作ろう、会が制作した机と椅子を館外の一角に設置し、そこで飲食できるようにした。いぶすき図書館は、鹿児島県いぶすき市12町にある公立図書館。 山川図書館とともに、いぶすき市立図書館を構成する一館であり、指定管理者の特定非営利活動法人本と、人とをつなぐ、空豆の会が運営する。図書館は、鉄筋コンクリート構造を2階だけで、1階に、一般開花室や児童開花室、お話コーナーなど、2階に調査研究室、多目的集会室、資料展示コーナーなどを設置している。 建築面積は859平方メートル、延べ床面積は1545平方メートルで、山川図書館とほぼ同じ規模である。独自のコレクションとして、館書資料7135冊を保有するが、十分に利活用されているとは言えない。開館前市1924年1月24日に、図書館費補助規定が制定されたことを受けて、同年7月1日に、 イブスキ村立図書館と今泉村立図書館が創立した。イブスキ村立図書館は独立した建物を持ち、今泉村立図書館は村役場に併設されていた。1931年4月1日時点の蔵書数は、イブスキ村立図書館が630冊、今泉村立図書館が895冊であった。1933年に、 イブスキ村立図書館は、イブスキ町立図書館に改称したことは分かっている。ものの、第二次世界大戦中の図書館の活動記録は、現存せず、混乱の中で、自然消滅したものと見られている。イブスキ町立図書館と今泉村公民館図書部1947年2月、2月連役前にあったイブスキ地区農業、改良普及事務所の職員らが、 農民図書館の設立に向けた活動を展開した。当時のイブス基調は、戦争から帰ってきた失業者で溢れ、人々は生きるために、サツマイモを栽培したが、種芋の選別も、ままならぬうちに栽培したことから、黒縁病の発生が危惧された。同事務所は、こうした黒縁病対策や、作物の増収、畜産振興などの相談に応じるために、 連合国軍最高司令官総司令部の関与の元で設置された鹿児島県庁農政課の出先機関であった。その所長を務めた田倉康氏は農村図書館を作りたいと考えたが、時の伊布杉町に図書館を設置する余裕はなく断られてしまった。そこで田原笠間は,さまは鹿児島県立図書館の館長であった久保田彦穂に協力を求め事務所内に 鹿児島県立図書館貸出文庫いぶすき出張所として図書館を開設することにし、いぶすき町からも了承を得た。なお久保田彦穂とは、児童文学者として知られる、無加鳩中のことであり、県立図書館出張所とすることを提案した、長本人である。そして、1948年8月5日に、同事務所内に、いぶすき町立図書館が設置された。 このいぶ町立図書館は、自前の図書は一冊も持っておらず、鹿児島県立図書館貸出文庫いぶ出張書として、県立図書館から100冊を借用し、田原笠間所長の個人蔵書と、農業改良普及パンフレットなどを加えた計200冊弱で、始まった。事務所玄関の右側には、いぶ地区農業改良普及事務所の看板、 左側には、いぶすき町立図書館、鹿児島県立図書館、貸しだし文庫いぶすき出張所の看板が掲げられるという不思議な状況に、道行く人から、ここは何をするところかと尋ねられることもしばしばだったという。こうして、一方では、農業相談に慌ただしく駆け込んできた農家がいるかと思えば、他方では本を借りに来た、学校帰りの賑やかな子供たちがいるという状況が生まれた。 イブスキ町でも、町立図書館の看板が掲げられた以上は予算を組まざるを得なくなり、同年の補正予算で6万円を計上した。まさに、田原笠間所長と久保田館長による作戦価値であった。改良普及事務所では夜間に農業講座や一般教養講座を開講し、講座の後には関係する図書がほぼ貸し出されるという状況が続いた。 1950年7月29日には、開館1周年記念事業を開催した。同年9月には今泉村公民館図書部が、発足し、既存の図書を書き集め、村内で、巡回文庫を開始した。久保田は開館記念日に講演会の講師として、現れたり、図書館に人を集めるためのアイデアを提供したりと、開館後もイブ町立図書館の支援を続けた。 特に映画技師が、映写記事山で、県立図書館から派遣されてきた際には、町民を大いに喜ばせたという。イブスキ市立図書館1954年4月1日、イブスキ郡イブスキ町と今泉村の合併により、イブスキ市が発足し、イブスキ町立図書館と今泉村公民館図書部を統合して、イブスキ市立図書館が成立した。 実際の運用場は今泉村公民館図書部を伊ぶす町立図書館に統合して、私立図書館とし、引き続き改良普及事務所内に設置された。ただし、この時、県立図書館出張所は廃止され、創立1年目は市民に憲法を呼びかけて、蔵書の充実を目指した。警察道場時代1955年4月1日には、自治体警察であった伊ぶす町警察署の 道場だった建物に移った。この頃の図書館は、県立図書館から移動図書千冊と青年文庫五十冊を借用し、読書グループの育成を進めていた。同年九月六日には、竜は母親読書グループが成立し、図書館はグループの育成に努めた。この活動が評価され、翌1五十六年二月二十四日に、鹿児島県図書館コンクール努力賞を、 受賞、9月5日には NHK の茶の間の時間で同グループが紹介された。また10月17日には同グループが図書館と協力して文集、流話を創刊し、1958年から文芸、イブスキに解体し、イブスキ自然体の文芸作品集へと発展した。 私立図書館は読書グループの育成で有料図書館として1957年と1958年に連続で表彰され、1960年11月22日には東京都立日比谷図書館から職員を招待して読書グループ研究会を開催した。県立図書館の久保田館長は読書グループの活動支援も行っており、特に竜は母親読書グループの毎月の会合に、 鹿児島市から記者で駆けつけ、読書グループの会員は、久保田館長の講話を目当てに休まず参加していたという。当時、読書をする女性は畑仕事を嫌うものとみなされ、スロッパン、合社サーなどと呼ばれて冷たい視線を浴びたが、図書館で借りた本を隠れて読み、読書グループでの久保田館長の話を楽しみにして、生活していた。特に、アルプスの少女、ハイジは、 美しい自然と人々の自由の尊さが描かれていたことから彼女らの心の支えとなっていた。読書が怠けているわけでなく農作業にも役立つものとして住民に受容されたのはアイリス栽培で現金収入を得て指導的農家になる女性が現れるようになってからでありこの時代から10年先のことであった。1961年5月20日図書館は 敷地内で建物を移動した。この建物は木造平屋建てで床面積は100.65平方メートルであった。この頃、図書館はイブスキ市民の意識に封建性の名残が認められると指摘し、これを打破するためにも不読者層の開拓を目標とした。具体的には女性の読書グループやすでに風前の投下となっていた青年学級参加者、 次世代を担う子供を対象に読書普及を推進した。当時の蔵書数は9400冊で、これに県立図書館からの貸し出し文庫を合わせて1100冊が館内で利用可能であった。なお当時の郷土資料は50冊に過ぎず、しかもそのほとんどは南部、九州や鹿児島県を対象とした資料で、イブスキ氏に関する図書はごくわずかであった。職員は5人で、 館長を含む二人が兼務という状態だったが、いぶすき市、今泉市所に文館を置き、巡回文庫の廃本書を27箇所設置していた。廃本書の児童図書は親子20分読書に利用することを前提としたものであった。1963年度の本館の利用者数は1万1431人、本館の貸出者数は1万1856冊、 のべ、廃本冊数は16,850冊。廃本書の貸し出し冊数は17,606冊であった。1967年頃から幼児への読み聞かせ活動が活発化した。市役所別館時代1974年4月、旧イブスキ市役所別館に移転し、イブスキ市市長格ライブラリーも設置された。1975年から保育園への廃本を、 開始した。イブスキ市市長格ライブラリーは1976年に山川町、海門町、木入町、栄町から委託を受けて、イブスキ地区市長格ライブラリーに改称し、映画やビデオ、映写機などの市長格教材、機材の充実を図った。1977年、イブスキ市親子読書連絡協議会が発足し、帰還し、風鈴も創刊した。 この頃のイブスキ氏の読書グループの活動は活発で、18団体1188人が活動し、たびたび、鹿児島県大会で活動について発表している。1983年度の増書数は34,855冊、貸出冊数は18,888冊で、利用者数は7,769人であった。 新館建設以降1983年11月8日、新図書館の建設工事の起工式が挙行され、建築費2億3247万円、外交工事費2680万円をかけて1984年8月に新館が開館した。新館への移転作業は同年7月に行われ、当時盛んであった親子読書会の女性らが、 デベントおじさで応援に駆けつけた。新図書館では、蔵書の充実、利用者との連携強化、レファレンスサービスの充実、公民館図書室や配本書とのネットワーク確立の4つの目標を立てた。目標を達成すべく、1984年より年4回の読書講座を開始し、1985年には移動図書館、つまべに号を導入。 古典文学講座と絵本、紙芝居の読み聞かせも始まった。1988年3月に59回開催された古典文学講座が終了し、変わって4月から市民講座、い、ぶ、す、きを学ぶが開講され、1996年3月まで続いた。多くの人の熱意によって支えられていた図書館であったが、1990年代頃から図書館は、 専門職の職員が数年をきに入れ替わりで配置される状態が続くようになった。司書が派遣されても改革に着手する前に移動を余儀なくされ、購入図書や寄贈図書の一部は整理されることなく、選書は企業に頼り、選書はそれで良かったが、助籍はそうもいかず、蔵書数が適正値を大幅に超過していた。また、 専門の司書が一人しかないためサービスの提供が難しい状況が続いていた。利用者の目線からはコンピュータによる蔵書管理が導入されていないため電話による貸し出し延長ができない、蔵書検索ができない、借りた本をすべて同時に返さなければ新しく本を借りられないなどの不便さがあり、利用者はコンピュータ化された山川町立図書館へ流出していた。2003年、 読み聞かせ活動を再編し、触れ合いお話し会に変更、読書週間に読書祭りを開催した。同年度の蔵書数は10万1176冊、貸出冊数は7万7019冊で、利用者数は2万3752人であった。1985年から開始された移動図書館ツ妻ベニ号は2005年3月20年間の役目を終えた。 同年、図書館、ボランティアグループ、本と人とをつなぐ、空豆の会が発足した。空豆の会はまず、熱意のある、当時の師匠と共に10年間も貼ったままであった、恐竜のイラストを剥がし、館内装飾の制作を始めた。空豆の会の活動以降、減少傾向にあった利用者が、徐々に戻り始めた。いぶ図書館いぶ図書館の館内2006年1月1日、 旧、イブスキ市、イブスキ郡山川城、同群会門町が合併し、これらの市長が設置していた図書館、図書室を引き継いで、新、イブスキ市立図書館が発足し、旧、イブスキ市立図書館は、イブスキ図書館に解消した。同年6月に、イブスキ市は、イブスキ、山川両図書館に対して、指定管理者制度を導入することを決定し、10月に、 募集が始まると、日本全国で図書館業務を行う大手企業が名乗りを上げた。本と人とをつなぐ空豆の会では、本と人とのつながりを守りたいという気持ちから、指定管理者に応募することを決意し、10月中旬に NPO の法人格を取得した。最終的に指定管理者へは、図書館運営実績のない地元の企業などを含めて後、団体が応募し、 同年12月に特定非営利活動法人本と人とをつなぐ空豆の会が選定された。そして2007年4月1日より指定管理者による運営に移行した。空豆の会は館内のディスプレイの刷新、多彩なイベント開催、職員によるブログ、テクテクライブラリアンの更新を通した情報発信など、公営時代は停滞気味であった。 図書館活動を一新した。一方、本と人とをつなぐ、空豆の会でも、郷土資料室や閉下書庫、干書資料には手を出すことができず、2010年4月からの第2期指定管理に持ち越されることになった。その後3期において、その作業を終えた。2011年3月、東日本大震災の発生を受けて、東北地方太平洋沖地震コーナーを設置し、 同時心や福島第一原子力発電所事故を報じる新聞記事やイブスの避難所情報などを掲示し関連書籍の展示を行った。同年9月1日よりコンピュータ導入のために休館に入り、翌2012年2月1日に再開館した。当日は記念式典が開催され、市長の豊臣悦夫や近隣の幼稚園、保育園の園児らが テープカットを行った。これにより、いぶ図書館の蔵書検索や貸し出しが、コンピュータでできるようになったばかりでなく、山川図書館とのシステム統合が行われたことで、両館の蔵書検索、予約、貸し出し延長が、館内端末でできるようになった。さらに、いぶす司会門庁舎、川尻触れ合い交流館、今泉航空公民館、 池田航空公民館にも端末が設置されて、館内端末と同等の機能が利用可能となり、市内の全省中学校、いぶすき市立いぶすき商業高等学校には、市立図書館の図書を予約できる端末が導入された。インターネットからの蔵書検索や予約等も、この時にできるようになった。2015年9月8日、いぶすき市で転訳ボランティアを行っている。 イブスキ天使の会から2011年に空豆の会による図書館運営の様子をまとめた書籍私たち図書館やってますの転訳本が寄贈された。同会が4年がかりで転訳したもので原書が149ページであるのに対し転訳本は3巻組計375ページの対策になった。山川図書館は鹿児島県イブスキ市山川成川にある。 公立図書館。いぶすき図書館とともに、いぶすき市立図書館を構成する一館であり、指定管理者の特定非営利活動法人本と、人とをつなぐ、そま豆の会が運営する。図書館は、鉄筋コンクリート構造を2階だけで、1階に、一般会科室や自動会科室、お話コーナーなど、2階に多目的ホール、学習室、展示コーナーなどを設置している。 建築面積は839平方メートル、延べ床面積は1591平方メートルで、いぶすき図書館とほぼ同じ規模であるが、敷地面積は6268平方メートルと、いぶすき図書館の2倍以上ある。初代、山川町立図書館山川における図書館活動は、1954年に山川町議事堂の下の一角で開設された、 山川町立図書館に遡る。開館から間もなく、山川町役場新庁舎建設のために立ち抜くこととなり、山川町立山川小学校の音楽室へ移転した。1957年、元の敷地に復帰した。復帰当時の蔵書数は2383冊であったが、自前の図書は1633冊で残り750冊は、 鹿児島県立図書館の貸し出し文庫を借用していた。同年の貸し出し冊数は9361冊で、当時盛んであった青年会読書活動、子供の読書会、主婦読書グループの3つの読書活動に支えられていた。このうち主婦読書グループは、旧来の農村的な考え方から周囲に冷たい、視線を浴びせられることもあったというが、5年以上、 活動を続け、後に、親子読書20分間読書会と合流した。1964年、開館から10年を迎えたものの、読書会など一部の人にしか図書館の存在が認知されていなかったことを受けて、広報山側で図書館の紹介を行った。この紹介文によると、当時の図書館の蔵書数は3640冊で8時30分から17時まで開館し、 貸し出しは一人一冊一週間以内であった。1970年山川町社会教育課が旧山川小学校へ移転したのを機に図書館もそこへ移転した。この図書館は教室と準備室を転用したもので倉庫型図書館と形容された。利用者が図書館のある山川公周辺の住民に限られたことから1977年に 自家用自動車を使った移動図書館を開始した。この移動図書館は、木陰に本を並べ自動に読書をしてもらうというもので、貸し出し冊数が年間500冊増加しただけでなく、図書館の存在を町民全体に認知してもらうきっかけとなった。山川町民会館図書室1978年、図書館の位置に山川町民会館を建設することになり、 山川町立山川中学校の図書室へ移転した。山川町民会館は1979年11月1日に開館し、2階に図書室が設けられた。山川町民会館は、山川町の長生50周年記念の年に開館した町内発の冷暖房完備の施設であり、こけら落としの席で当時の町長が文化の伝道として活用していくと表明した。 名称上は図書館から図書室へ広角した形であったが、床面積は168平方メートルと広くなり、図書館時代より活動は活発化した。しかし、専門職員として司書を配置することは叶わなかった。1980年、日本国の補助金を得て、山川町発のボランティア活動である、婦人読書ボランティア活動が開始された。 この活動には20人の女性が参加登録し読み聞かせや紙芝居などの理論と実技を学習し成果を町内の保育園や老人クラブなどで披露するというもので同年の一つ図書館の設立へ導く原動力となった。1981年時点の蔵書数は7517冊で図書室活動の活発化に対応するため半日勤務の臨時職員を配置した。 1983年には PTA や公民館などと連携して朝読み、夕読み活動を展開した。この活動はかつて盛んであった臨読や素読を現代風に再生しようとしたもので朝または夕方に5から10分間の音読を推進した。読書の対象は図書館の本から教科書、新聞までありとあらゆる活字媒体が利用された。 この活動は後に衰退するが、理営地区には定着した。図書室職員は、こうした活動実績を示しつつ、先行の日では、風呂は沸かせないという無く鳩獣の言葉を引用して、山川町に図書購入費の増額を求め、1982年に43万円だったものが、1984年以降は、毎年140万円前後計上されるようになった。 さらに図書館の本を子供に届けようと1987年から保育園に園文庫を1988年から小学3年生の教室に学級文庫を開設し1989年には小学2年生の教室にも文庫を開設した利用状況は学級担任の意欲によりクラスごとの差が大きかったものの1990年度は 児童一人当たり月四冊に相当する年間一万五千冊を貸し出すという想定以上の実績を上げた。1985年には一万冊弱だった増書は1989年には約二万冊にまで増加し、同年より開館時間を一時間に延長し18時までとした。一時間の延長はこう奏し、仕事を終えた漁業関係者や児童、 生徒の来館が増加した。この年から貸し出し冊数を3冊から5冊に増やし、15日間借りれるように変更した。しかし利便性という点では土日が休館であること、カウンター職員が一人しかいないことが課題として残っていた。二代目山川町立図書館平成に入ると図書室は収蔵能力を超過し、 活発な活動への対応も難しくなってきたことから、新たに図書館を建設しようという動きが見られるようになっていった。1992年より基本構想策定に入り、1993年に建設場所の決定と用地買収、1994年に着工と順調に進み、1995年10月24日に山川町立図書館が開館した。 図書館の場所は、小、中、高校の中間地点に立地することから選定された。新図書館は、町の文化、情報、交流の拠点となることを目標としたため、1階に図書館、機能、2階にホールを備えた多目的機能を配置し、何冊地域で初めてコンピュータを導入した貸し出し、蔵書管理システムを管理した。このシステムは、 鹿児島県立図書館にも接続し、町立図書館にない図書が県立図書館にあるかどうか、すぐ検索できるようになった。また従来は、山川町民会館で開催していた生涯学習講座、ふるさと山川町民大学を1996年より図書館で開催するようになった。1996年の貸し出し冊数は約3万6000冊で、 町民一人当たり三冊と高実績を記録した。山川図書館山川図書館の館内2006年1月1日、旧、いぶすき市、いぶすき郡山川城、道軍会門町が合併し、これらの市長が設置していた図書館、図書室を引き継いで、新、いぶすき市立図書館が発足し、旧、山川町立図書館は、山川図書館に改称した。同年6月に、 イブスキ市は山川イブスキ両図書館に対して指定管理者制度を導入することを決定し同年12月にイブスキ図書館でボランティア活動をしていた空豆の会が指定管理者に選定されたそして2007年4月1日より指定管理者による運営に移行した空豆の会は多彩なイベント開催職員によるブログ テクテクライブラリアンの更新を通した情報発信など、公営時代から図書館活動を一新し、利用者との関係を一から構築し始めた。2012年2月1日に、イブスキ図書館にコンピュータが導入され、山川図書館とネットワークで結ばれた。2015年11月、開館20周年記念イベントが開催され、親子ら約40人が参加した。当初は、 山川図書館に芋の収穫祭を実施する予定であったが、中外のために断念し、いぶすき農業共同組合の職員による講話や、紙芝居でさつまいもについて学んだ後、スイートポテトやさつまいもクッキーを食べるという行事に変更された。出張お話会お話、会自体は日本全国の多くの図書館で開催される行事であるが、いぶすき市立図書館の場合は、 図書館を飛び出して幼稚園から大学までの各種学校や高齢者や障害者のケアルームへ出張して行うというところに特色がある。出張お話し会は図書館で待っているだけでは聞けない声を聞くことを目的として年間30から40回ほど開催している。図書館ではお話し会での子供たちの反応を見ながら今の子供が求める本を探りクラスの雰囲気に応じた。 お話会の進行を目指している。お話会の終わりには、会で読んだ本が図書館にあることを宣伝し、実際の来館に結びつけている。また、天候不順で遠足が中止になった際に、突発的に園児や児童を図書館で受け入れ、いきなりお話会を開くこともある。例えば2010年8月の夜のお話会では、会の後に星空観察会を行うことから宇宙に、 関する絵本の読み聞かせを実施した。このほか空豆の会として毎年8月にフラーパーク、鹿児島の依頼で、畜灯籠の夕べに参加し、お話会を行っている。高齢者向けのお話会は、イブスキ老人福祉センターの触れ合いデーに参加して、詩の朗読や大人向け絵本の読み聞かせ、方言での語り聞かせなどを行っている。高齢者の中には、 図書館に行きたくても自動車の運転ができずに来館できなかったり仮に来館できても小さな活字では満足に読めなかったりする人も存在することからお話し会はそうした人にとって楽しいひとときになっているというまた子供向けのお話し会よりも参加者の反応が良いのが特徴である他にも日中働いているためお話し会に参加できない親子のために夜の お話会を夜の図書館で開いている。薄暗い館内でブラックライトを使った絵本の読み聞かせや怖い夜のお話会とミステリーツアーなど夜ならではの演出を取り入れている。また主張お話会の類似企画としてイブスキ図書館では2013年より観光振興を目的としてイブスケーキ駅の足湯広場で紙芝居を披露している。ここで披露される紙芝居は声。 ふ、どんなどの地域に伝わる民は、言い伝え、地名由来などであり、殺遇方言で語られている。セミノウカ観察会イブスキ図書館と山川図書館の合同企画として、2007年から毎年夏休みに、セミノウカ観察会を開催している。この企画は、職員の一人が、学校支所時代に、セミの大き土産という絵本と出会ったのをきっかけに、セミの観察を始め、 勤務校で観察会を実施したのが元となっている。観察会ではまず、セミにまつわる詩の読み聞かせや、セミの仕由の見分け方、羽化の説明を行った後、外へ出て、セミが土から木に移りゆっくりと羽化する様子を観察する。観察会には、普段は図書館に来ない子供や父親の参加も多く、 年によっては60人を超す参加者を集める、イブスキ市立図書館の人気企画である。なお、旧イブスキ市立図書館時代の1975年から、しばらくの間、書き記名会と称した、昆虫、貝殻、植物の観察会を実施したことがある。学校との連携イブスキ市立図書館では、小中学校と連携して調べ学習を支援している。支援方法は、 連携先の教員次第でゲストティーチャーとして授業に参加することもあれば、児童、生徒に図書館に来てもらって調べ学習の仕方を教授することもある。時にはインターネットで調べてくるようにと教師に言われてコンピュータを借りに来た子供に本を使った調べ方や聞き取り調査などインターネット以外の調査方法を教えることもある。また夏休みの自由研究支援として ミニミニ自由研究講座を毎年開催している。鹿児島県立イブスキ高等学校では、就職や進学先が決まった3年生向けに、工場の道プランというプログラムを実施している。これは、卒業を控えた高校生が、毎年1月に幼稚園などに出向いてお話し会をするというもので、イブスキ市立図書館の職員が、そもそもお話し会に出向く意味とは、 というところから始めて、選手の方法、お話し会の進行方法、声の出し方、ページのめくり方などお話し会の極意を高校生に伝授する。工場の道プランは、進路が決まった全生徒が参加しなければならないという、正確のプログラムであるため、職員は意欲に、ばらつきのある高校生に配慮しながら、毎日交代でプログラムを運営している。鹿児島国際大学では、 司書や司書教育を目指す学生向けの出張お話し会を年1回開催している。ここで行うお話し会は過去に披露して聴衆の反応が良かったものを再演するとともに、司書として現場の役立つ知識の伝授、お話し会で使う仕掛けの種明かし、失敗談の公表などを通して司書の卵に刺激を与えることを目的としている。図書館講座と 絵本作家講演会講座自体は、イブスキ市直営時代から引き継いだものであるが、その内容は、空豆の会が指定管理者となった翌2008年に一新された。市直営時代は、鹿児島国際大学から講師の派遣を受けおり、空豆の会による運営者年度もこれを踏襲した。しかし2008年からは地元で暮らす人に、空豆の会が直接講師依頼をして、 地域密着型の講座を開くようになった。例えば、刷新初年の2008年には、同年の大河ドラマ、厚姫にちなんで、厚姫小中作りを企画した人物を招待して、小中学講座を開いた。子供向けには、絵本作家の講演会を開いている。鹿児島市であれば作家が来訪し、講演を開くこともあるが、薩摩半島の南端に位置するイブス市ではそうした。 機会がないことから、空豆の会として、民間の助成金を得て開催するもので、これまでに、赤木観光、秋山忠金原水人、川端真子と、二宮幸子、長谷川義文らを招いて、講演会を実施している。図書館、フェスティバル2003年に、旧伊ブスキ市立図書館が、読書祭りとして始めた行事で、2009年に会場を、伊ブスキ図書館から、 山川図書館へ移し、名称も図書館フェスティバルに変更した。会場を山川図書館にしたのは、山川図書館がイブスキ市の中央付近に位置することと、駐車場がイブスキ図書館よりも広いからである。読書祭り時代は保育園や学校の読書活動の展示や、報告会、外部講師による講演会などの月並みなものであったが、図書館フェスティバルに改称後は、 地元参加型を掲げ、活動報告などを取りやめた。第1回は、ヘンゼルとグレーテルにちなんで館内お菓子の花風に装飾し、職員はヘンゼルとグレーテルの登場人物の衣装に奮して参加者を出迎えた。他にも、大成小学校、山川中学校の児童生徒による詩の朗読や、手作りの大型絵本を使ったお話し会が開かれた。 図書館の事業としてではなく、指定管理者の空豆の会の事業として、移動図書館を2018年より行っている。空豆の会の運用する移動図書館は、ブックカフェ号、空豆、麺という名前で、本だけでなく、地元農家の野菜や特産物も,も積み込みたいという思いから、ブックカフェ号と名付け、空豆、麺は、出資者が命名した。ブックカフェ号の整備資金は、 クラウドファンディングサービス、レディフォーを通じて募集したが、地元の住民や企業からの直接寄付の比率が高く、空豆の会のメンバーが自らクラウドファンディングの口座に代理振り込みする形となった。ブックカフェ号は導入以来、イブスキ市内にとどまらず、鹿児島県各地や横浜市で開かれた図書館総合展にも出張している。導入初年の2018年は、大河ドラマ、 西郷どんが放送されていたこともあり、西郷五ン関連の本の利用が多かったという。毎月開催する行事として、ボランティア団体、絵本の広場による毎週火曜日のお話会、土橋保育園子育て支援スタッフによる、第1火曜日のわらべ歌の部屋、第2金曜日の夜のお話会、第3日曜日のお話の扉がある。このほか ゴールデンウィーク夏休み冬休みにビデオアニメ館と称する映画上映会を実施している。文芸イブスキ、文芸イブスキはイブスキ図書館が毎年発行している文芸作品集であり2015年に第60号を刊行した。毎年イブスキ市民やイブスキ市出身者から作品を募り編集委員会の審査を通過したものが掲載される。収録作品は 随筆、短歌、俳句、千流、薩摩教区、詩、郷土詩の7分野からなる。創刊は1956年10月17日で、いぶスキ市立柳田小学校の学区内で活動していた、竜話母親読書グループの文集、竜話として刊行された。第2号は、竜話母親読書グループだけでなく、市内の他の読書グループからの寄稿も受け、第3号から、 文芸、イブスキを名乗るようになった。当時は素朴な生活記録文を市内全域から収集するという方針で編集されていた。2006年に山川町、海門町と合併して新しいイブスキ市が発足したことにちなんで一般号数をリセットし、同年刊行文を総刊号にしたが、2015年に龍和時代からの通算号数に戻した。 絵本でおやつ絵本を読んでその絵本にちなんだ料理を作って食べるという企画であり、子育て支援の一環として毎年開催されている。イブスキ市在住の料理研究家である上そのふみこが講師を務めている。第1回は、ハラペコアオ,オムチにちなんで、カップケーキ、スイカ、ソーセージ。第2回は、バババあちゃんのお好み焼きから、お好み焼きと、 バババアちゃんのアイスパーティーからシャーベットを作った。上園はエコ料理を信条としていることから、これらの料理を作った後に残った材料で、さらにもう一品を作っている。絵本でおやつとは別の企画であるが、2016年7月28日に、イブスキ市のシビックカフェ事業の一環で、イブスキさんのマンゴーを使ったマンゴーパフェ作りが行われた。ただパフェを作るだけでなく、 図鑑や絵本でマンゴーについて調べ、マンゴー農家による講演を聞くというプログラムが組み込まれている。レファレンスからの郷土史の発掘地林が島と、さすぐ発的な取り組みとして、レファレンスサービスを契機とした郷土史の発掘、記録の取り組みがある。例えば、京都府からイブスキ市を訪れ、潜水艇発着後の石踏みを見つけた人が、 その詳細を求めて来館したことを契機として、イブスキ空襲や特攻艇、信用にまつわる証言の収集が始まった。この調査の中で、鹿児島湾の無人島、チリンが島付近のサスに、旧大日本帝国海軍の水蒸気の残骸が現存することが判明し、2015年にイブスキ図書館が主催した戦績ツアーで参加者に紹介している。また、かつて、 山川地域の成川浜と山川港を結ぶ、背渡し船の船頭が歌っていた船歌の歌詞が知りたい、というレファレンスに対して、文献調査を行ったものの記録は見つからず、地域の高齢者に聞き取りを行うことで、山川調子にも収録されていなかった歌詞が判明した。子育て支援子育て支援として授乳室、おむつ替えの部屋、赤ちゃん絵本コーナーを設け、ベビーカー、ベビーベッド、 ブックカートを備える。設備だけでなく、母親がトイレに行く際には、職員が代わりに赤ちゃんを預かるなどの気配りを心がけている。毎月の行事として、ボランティア団体、お話ブランコの会による、お話会を第4土曜日に行っている。また、山川図書館が、イブスキ市立体制小学校と近接していることを活かして、同校で、昼休みの、 お話会を行う。一坪図書館山川町民会館図書室時代の1980年に始まった取り組みで、子ども会の指導者と図書室の職員の会話の中で、一坪あれば、読書運動ができるのだが、という意見が出たことを契機として、図書室職員が具現化したものである。個人宅の玄関先などの小さなスペースに、 山川図書館から配本された図書を置く本棚を設置し貸し出すというものであり、図書館まで来館することが難しい人の利用を想定している。機能的には配本書に類似するが、配本書の股間が上からの押し付け、性的なイメージであったことから、配本書ではなく、一坪図書館と称することにしたという。設置協力者である一坪図書館長は、 この活動の趣旨に賛同し、子供会や婦人会、PTA 役員など、社会教育の経験がある人が選ばれた。館長によっては集まった子供に読み聞かせを行うなど、独自の活動を付加していた。この結果、一坪図書館は、学校帰りの子供や母親の社交の場となり、農業所を求めて、男性も訪れるようになった。1981年度は、 貸出総数1468冊のうち一坪図書館での貸出が6000冊に達し大きな成果を上げた。1980年代には毎年13巻程度の一坪図書館があったが2009年度は7巻で運営された。一坪図書館の館長の高齢化や主な利用層であった子供の減少などにより取り組みの存続が危ぶまれている。 子供の居場所づくり山川図書館では職員と子供たちの間で名前を呼び合う関係が構築されている。空豆の会が指定管理者となった2007年4月時点では子供の来館者はほとんどなく同年8月に夏休みイベントとして工作やゲームを開催して職員が小学生の名前を覚え信頼関係を築いていくことで子供の来館が増えていったという。 夏休みイベントは年々参加者が増加し全体の来館者も増えたため、2010年には開催数を減らさざるを得なくなるほどであった。2008年には、中学生の来館を促すべく、学校支所と連携して、夜通信の発行、配布、赤木観光の協力による、夜コーナーの整備、中学校での朝の読み聞かせ活動、読み聞かせで扱った図書を、クラス別に展示する。 中学校で読み聞かせした本コーナーの設置を行った。この活動が実を結び、目に見えて中学生の来館が増加し、2009年からは、イブスキ市の中学校の正式な教育課程として、図書館員による読み聞かせが組み込まれた。以上のような取り組みにより、本を借りる以外にも、職員との談笑や親の送迎待ちなど様々な目的で子もが訪れ、中には家族が 誰も帰ってこないと言って泣きながら、助けを求めに来た子や、進学や引っ越しで町を離れることになった子が挨拶に来たり、夏休みなどの帰省の折に顔を出す子も現れるようになった。山川図書館にも山川図書館では、サツマイモの栽培を行っている。2009年に図書館の花壇に植えるものを検討した際に、山川地域が、 さつまいもを世に広めた前田理恵門の出身地であることにちなんでさつまいもが選ばれた。初年度は図書館をよく利用する小学生や高校生と公民館主事の協力で5月7日に有志から寄付された苗を作付けし10月31日に収穫して図書館内の調理室でふかしいもにして来館者や職員に食された。図書館の敷地内にある 約零 0.8A の畑で図書館職員が栽培し、二千十五年十二月七日にはコンテナ四箱分の収穫があった。この時収穫されたさつまいもは二千十六年一月五日の新年初会館の際に来館者に年賀の挨拶としてサプライズで三十袋配布された。大制フォートコンテストこの企画はイブスキシ立大体小学校の保護者らが運営する。 もので、山川図書館としては、会場提供とコンテストで集まった写真の保管という形で関わっている。主催者は図書館来館者に写真を見てもらうことと、大成小学校区の人に図書館を利用してもらうことを意図して、コンテスト会場を図書館にしたといい、来館者の投票で最多得票者を表彰している。図書館側はコンテストに出品された写真が、 将来的に貴重な歴史資料となると考えて保管している。縫いぐるみのお泊まり会2015年12月23日に縫いぐるみと一緒にお話し会という企画を始めて開催した。この企画は子供たちが自分の縫いぐるみを持ってお話し会に参加し、縫いぐるみだけそのまま図書館に宿泊し、 翌24日に貸し出しなどの図書館業務をぬいぐるみが体験し、翌25日に体験の様子を撮影した写真とおすすめの絵本をぬいぐるみの持ち主の子供に送られ、ぬいぐるみが持ち主のもとに帰るというものである。この企画には3歳から11歳までの子供15人が参加した。ぬいぐるみが図書館に泊まるという企画はアメリカ合衆国の図書館が発祥であり、 日本でも葛飾区立図書館、高山市図書館、宝塚市立西図書館など各地で実施されている。ありがとうございます。